エトルフは日本海軍の解剖艦。普遍的には、エトルフ型解剖艦の一番艦とされているが、海軍省が定めた公式例別では占らない、守る型解剖艦の小番艦。艦名は運送船エトルフ丸についで二代目。なお、常用漢字の制定後も資料によっては、当時の命名時、その他法令令達上で使用された、旧字体のエトルフで表記されることも多い。 解剖艦エトロフは、1941年に、決定したマルキュー計画により、日本海軍が建造した、急増解剖艦。解剖艦工型、火唱艦名第315艦として計画。1942年3月23日、大阪鉄工所桜島工場で起航。8月20日、エトロフと命名。本席を、佐世保ンジ府と仮定。 1943年1月29日、浸水。5月15日、竣工した。同年3月にはすでに姉妹館山石が竣工しており、エトロフは4番目の竣工となった本石を、佐世保鎮守府に、駅務を、佐世保鎮守府警備解剖官にそれぞれ定められる。佐世保鎮守府付属に編入。1943年6月1日、エトロフは、 南西方面艦大気下の第一海上護衛隊に編入される。姉妹艦二隻に続き、第一海上護衛隊に配備された三隻目の解剖艦となった。同隊北支隊に配され、主として内地台湾艦の護衛に従事した。8月1日、軍隊区分は廃止され、すべて第一海上護衛隊司令官の直卒となった。11月15日、 日本海軍は海上護衛総司令部を新編する。第一海上護衛隊所属の本艦も同部隊の機関となった。12月以降、大高型航空母艦は整備や修理を終えた艦から順番に海上護衛総司令部部隊に編入され、南西方面航路の護衛に従事することになった。1944年4月上旬、エトルフは非57船団に加わる。 飛57戦団は、護衛艦で、加入船舶9隻を護衛し、4月1日文字を出撃。高尾港やカムラン湾を経て、4月16日、シンガポールに到着した。折り返しの飛58戦団に所属。飛58戦団は、護衛艦で、加入船舶7隻を護衛し、4月21日、シンガポールを出撃する。5月3日。 文字に到着した。第1海上護衛隊は8月16日府で、軍隊区分総統隊、第3総統小隊を解剖艦4隻に改編し、同小隊は佐渡解剖艦長の指揮下で行動することになった。8月上旬、日本海軍は南西方面向け重要戦団費71船団を編成する。第6護衛戦団司令官 カジオカサダミチ少将を指揮官とする、非71戦団は、護衛艦で、加入船舶20隻を護衛、文字を出撃した。立ち寄ったまこうしでイーラを含め船舶5隻を分離、別の船舶1隻を加えて8月17日に、出撃する。この時、当初護衛艦8隻に加えて第一海上、護衛隊の4隻が、護衛強化のため非71戦団に加えられた。 8月18日朝、A ・広島ルがライン撃を受けて、損傷、駆逐艦夕凪なぎご下で、高尾号に引き返した。ルソン島北西岸航行中の同日夜、天候悪化により、船団体系が乱れる最中、アメリカ潜水艦複数隻が非71船団を襲撃する。22時30分頃、大鷹は、米潜水艦ラッシャーの雷撃により、 北緯18度12分統計120度22分、北緯18.200度統計120.367度、18.200120.367地点で沈没した。大混乱に陥った戦団は次々に襲撃され4隻が沈没、損傷艦を出す。エトルフは運送艦の白丸の護衛につき、遭難現場に留まって対戦相当を行う。 第三相当小隊両艦3隻と分離した。第三相当小隊は遭難現場を引き払い、マニラへ移動中の8月22日朝、マニラ沖合で潜水艦2隻に襲撃され3隻とも撃沈された。残存艦がエトロフのみとなった第三相当小隊は、8月24日に編成を解かれた。なお日71戦団は、マニラで編成外を行い、 加入船舶12隻を護衛艦で護衛し、8月26日出撃。9月1日、シンガポールに到着した。エトルフは、姉妹艦占い守るとともに、守れに船団に加入し、内地に帰投した。11月中旬、エトルフは非81船団に加わる。非81船団は、第8護衛船団シレン、佐藤少将を指揮官とし、護衛艦で、 加入船舶11隻を護衛した。この船団は、石油輸送とともに、日本陸軍第23師団のフィリピン輸送の任務を負っていた。11月14日、先81船団は、文字を出撃、中国大陸沿岸航路をたどるべく、東、シナ海を横断した。11月15日、先81船団は、米潜水艦の襲撃を受け、 陸軍特殊船秋津丸が平井沈没する。11月17日夕刻、米潜水艦の来撃で、陸軍特殊船マヤヤマ丸が、北緯33度17分統計124度45分、北緯33.283度統計124.750度、33.283124.750地点で沈没した。午後11時頃、 米戦水艦の乱撃により神高が、北緯32度59分統計123度38分、北緯32.983度統計123.633度、32.983、十2 3 6 3 3 6地点で沈没した。非81戦団は、空母1隻、陸軍特殊船2隻を喪失し、陸海軍将兵合計6000名以上が戦死する。 結果となった。12月12日、エトルフは、解剖艦湘南くめ、第9号解剖艦、第19号解剖艦と共に、非82戦団を護衛して、シンガポールを出港した。17日、戦団は、カムラン湾に到着する。同地で、駆逐艦使用を加えた戦団は、19日に、カムラン湾を出港し、ベトナム沿岸を北上した。 12月21日の朝、船団はアメリカ潜水艦フラッシャーに発見される。フラッシャーは船団を追跡し、徐々に護衛の薄い方向に回り込んで攻撃態勢に入る。同日、第19号海防艦がシンガポールに向かう、特設運送船日英丸の護衛のため船団から分離し、反転してカムラン湾に向かう。翌22日午前5時頃、 エトロフを含む護衛艦5隻すべてが、船団の近くから離れてしまい、船団は一時的に護衛なしの状態となる。フラッシャーはこの後期を逃さず、北緯15度02分統計109度08分、北緯15.033度統計109.133度、15.033、109.133の地点で攻撃を開始した。5時50分。 フラッシャーは、完備魚雷発射艦から魚雷を4本発射。タンカー、オトワヤママルの船尾と中央部に魚雷が1本ずつ命中する。オトワヤママルは、航空機用、ガソリン1万7000トンを積んでおり、数百メートルの火柱を上げて炎上しながら、左舷に倒れて船尾から沈没していった。直後の5時51分にはニトルコリラ型。 戦時標準タンカー有田丸の左舷輸送に魚雷が一本、命中。有田丸も搭載していた、航空機用、ガソリン1万6000トンが誘爆。ひだるまとなって6時22分に沈没していった。6時30分頃には、フラッシャーは特設運送船、オムロヤマ丸に対して、魚雷を4本発射し、オムロヤマ丸の船尾機関室全部に、魚雷一本が命中する。 11万6千トンを積んでいたオムロヤママルは黒煙を上げながら沈没した。日本側は機雷不施区域に入り込んだと考えたためフラッシャーへの反撃を行わなかった。24日9時、船団は高尾に到着した。ここで1トルコリラ型戦時標準タンカー橋立丸が積んでいた航空機用ガソリン1万7千トンを 台湾の守備対応に回すことになったため船団から分離した。翌25日、航空機用、ガソリン8800トン、鈴2000トン、生ゴム1000トンを積んだ、低新章標準 TM 型タンカーパレンバン丸のみとなった船団を護衛して、高尾を出港する。同日、エトルフは、第12航空艦隊一島方面根拠地帯に、編入された。26日、 戦団は、キールンに寄港する。同地で、第9号解剖艦が、戦団から分離し、解剖艦か里が加入する。同日、キールンを出港した戦団は、中国沿岸を北上し、長山に寄港。1945年1月1日9時に、長山を出港し、3日に、四上山白地に到着。4日8時30分に、四上山白地を出港し、 9日18時4分に、船団は6連に到着した。エトルフは、佐世保で修理と整備を行った。1945年2月7日、佐世保を執行した。2月25日、舞鶴に到着する。以降は、舞鶴、大港、千島方面の護衛に従事した。同年4月10日、大港警備府第104船体に編入された。北海道。 千島方面の護衛に従事した。終戦を輪っか内で迎える。10月5日、帝国解剖艦席から除席。10月12日、帝国艦船特別輸送艦と呼称される。福音輸送に従事した。12月1日、佐世保地方福音局所艦の特別輸送艦に定められる。1946年12月30日、特別保管艦に指定される。 1947年8月5日、特別輸送艦の定めを解かれ、賠償艦としてアメリカ軍へ引き渡された。しかし、アメリカ軍では戦時中の大量建造により、より高性能な自国の護衛駆逐艦の一部が余剰となっていたためすぐに売却され、9月7日から10月13日にかけて、ハリマゾー選手クレ戦挙で解体された。 前田清美中佐、1943年4月13日から1943年5月15日。前田清美中佐、1943年5月15日から1943年8月20日。岡井和を中佐、1943年8月20日から1944年2月1日。池田秋中佐。 1944年2月1日から1944年7月1日、杉本安政少佐、中佐、1944年7月1日から1945年11月10日、並木秀夫中佐、第二福音官、1945年11月10日、官長1945年12月20日から1946年4月1日、計一第二福音事務官、 福音事務官、1946年4月1日から1946年7月25日、溝の口里市福音事務官、1946年7月25日から1947年1月20日、草野家康福音事務官、1947年7月17日から1947年8月5日、この数字は、 特集兵を含まない日露戦争時の路角汽船。アフロ大統合大阪鉄工所の社号は1943年3月11日消滅し、日立造船の一部門となる順位招集を解除されたことによる自動会食。ありがとうございます。